若林文恵の株いじり。はい、若林文恵です。昨日のと言った方がいいんですかね、報道で小谷真子さんがサザビーズの方とご結婚されたということで、まあ、おめでたいなと思う、まあ、反面ですね、私はあの方は女じゃないと思っていたのでそのいい意味でね、女じゃないと思っていたので、なんかちょっとね寂しさも残るんですけども、実は私すごい憧れてる女性の一人で、ワールドビジネスサテライトの次の座は私かなって思ってるぐらい、まあね、そのぐらいこうすごく尊敬をさせている方なんですけども、もともとね客室乗務員って言った方がいいですかね、をやられていて、まあ、いろんなこうタレント業的なこともされている中で、やっぱりあそこまでこう上り詰めて経済のことを勉強されてっていうのはすごく自分の中では全然レベルは違うんだけど親近感を覚えるんですよね。贅沢な物言いで迷惑華々しいと思うんですけども、小谷真央子目指してあと10年頑張っていこうかなと思ってるんですけど、まあ、私自身、まあ、どちらかというとこの株をここまで出てきたという中に、親の一言っていうのがあって、親は私が6歳でこの子は何をやらせてもできると思ったらしいんですね。なぜかというと一つのことにものすごい集中をするんですよ。他が見えなくなる。だから高校とか中学の時は部活一心不乱になってしまって勉強はまたおろそかなんだけども、そっちではなんとなく成果を得るみたいなところがあるってうちの親は思ってたらしくて、まあ、それが親の通りになったのか分かんないけど株にのめり込んでって今があるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、株の次にのめり込んだのはゴルフですよね。まあゴルフなんですよ。もう死に物狂いで何回フェアウェイ上で泣いたかわからないんですけども、このゴールデンウィークに100切りました。4球4球の98、一応こだわっているのはレギュラーティーから回ってということで、まあわからない人にはわからなくていいんです。この喜びは全然どうでもいいんですけど、まあ100を切ったということで、私基本的にゴールデンウィークってあまりおめでたいというか幸せな思い出が全くないんですね。まあ、彼氏がいれば彼氏と喧嘩をするとか別れるとかですね。まあ、株でもですね、やっぱり前後ちょっと微妙な動きをするので、大型連休前っていうのは。なんか結構ね、ゴールデンウィーク前とか後って損をしやすかったりとかするんですよ。あんまりいい思い出がないんですけど、今年はとてもいい思い出ができた、ゴールデンウィークでした。皆さんゴールデンウィークはいかがだったんでしょうか。はい、ということでですね、まあ、今日はですね、まあ、先月徳山大学の方で初めて教壇に立ってきた話をしています。ちょっと今日はバカな話が多いんですけども、最後まで付き合ってください。株いじり、ふみえちゃんです。こんばんは、よろしくお願いします。今日は何ですか？今日はこちらです。ふみえ先生、ついに教壇デビュー。何それ。前回のスペシャルウィークでリスナーの方から質問があったんですけど、4月から山口県にある徳山大学で特任講師っていうのをすることになって、先月末ついに教壇デビューをしてきたんですけど、正直言ってどんだけ人が集まるかって全然自信なかったし、カスカスだったらどうしようと思ってたんですよ、教室内がね。そしたら普通に用意しててパソコンも使ってシミュレーションなんかもしながら競ってもらうようなこともなんでしょう、授業の中でやるんで、パソコンなりある教室を用意してたんですよ。でちょっとばっかし広い教室だったんですけど、それが足りなくて10オーバーで、もう一部屋借りて、その何、衛星でつなぐっていうのはビデオでつなぐような形でしかできないぐらい人が集まってくれたんですよね。で一般の人たちも、全然来てよくて応募しだったんですけども、まあ、大体1割が女性で、大体9割が男性。なるほど。1割の中の半分がおばちゃんでしたね。で基本的に私年下全然ダメなんですよ。え、何の話してるの？いや、好みの話。好みの話。全然ダメなんですよ、年下って。1個でも下でもダメだったんですけど、すっげえ可愛い子がいた。そう。ありだな、そう。全然ありだ。解禁になった。うん。あれ意外と大人っぽいよね。意外と大人っぽいよね。っていうか、まあ、解禁にしないとね、どんどん幅が狭まっていきますからね、自分のカレーとともにね。まあ、そうですよね。よかったじゃないですか。すごい。ね、結構いける感じ。まあ、恋をあさりに。そう。いけるわけですよね、これから、ね。るかなと、うん。そう。で、漢字の講義の方なんですけど、やっぱね、反省点ばっかりで、多分宮川さんなら分かると思うんですけど、喋るのと普通に喋るのとラジオで喋るのとの違いぐらい違う、講演会と教育っていうのと全く違くて、ちょっとね夜寝れなかったその日、反省ばっかりで。あ、そう、へこんだんだ。へこんだ。へこんでるのに可愛かったとか思ってんじゃねえ。可愛かったとか思ってんからダメなんじゃないの。そうだよね。で質問に最後こう来てくれる学生さんがたくさんいたんですけど、日本人の方じゃなくて中国人の留学生の方もたくさんいて、やっぱねそっちの方が優秀だった。なるほどね。でも可愛いのは日本人の学生だった。うるさいよ、うるさいよ。ありがとうございました。おすすめジャンルは？ポッドキャスティングで言います。考えてくるの忘れちゃった。ポッドキャスティングで教えてもらえそうです。この人なんか可愛い年下の男たちを見て浮かれてるみたいです。みえちゃんでした。ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。まあこんなバカ話をしているようでは小谷真央子さんはほど遠いと思うんですけども、まあ改めてなんかこう実感しますけども、ですね、まあ実際大学の教壇に初めて立たせていただいてですね、まあもちろん自分があの大学に行ってないので、やっぱり大学自体に入るということもほぼなかったというか、まあ多分皆無に等しいと思うんですけども、なかったっていうのと、あともう一つですね、大学側から、あの、なんていうのかな、企業に勤めてる方だったら結構あると思うんですけど、事例書みたいな、こう、あなたはここに行きなさいとか、配属されますよみたいなのの、こう、通知書みたいなものもこう、いただいたりとかですね、まあ多分、私があの当時、まあ、株をやっていなくて、ここまで、まあ、ここまで来てないというか、どこまでも来てないんですけども、あれしてなかったら多分二度と会うことがないだろうっていうようなものに、こう、いくつか出会わせていただけて、とてもなんかありがたいというか、すごく経験をさせていただいてるなっていう感じなんですけど、まあ、本編の中でも言ったんですけど、やっぱり投資熱って、すごいなと思う反面、やっぱりその講演会で喋る内容と教育って全然違ってるんですよね。やっぱり講演会に来る方っていうのは、なんだろう、ある程度その社会に出ていて、まあ、例えばご家庭を持ってたりサラリーマンやっていらっしゃったりとかっていうことで、やはりお金に触れてる数が多い分、ある程度のその社会知識があるんですよね。だから私がペラペラって喋っても頭の中で、あ、これかなって言って、こう糸と糸、うん、点と点がつながるというかっていうところがあると思うんですけど、全く介護のところに教えていくのにあたって、私の口調じゃ例えば早すぎちゃったりとかですね、例えばこっちとこっちが飛びすぎてしまうと、こっちとこっちが学生の頭の中では繋がらなかったりとかっていうので、ものすごく本当に反省をさせていただいて、とてもなんかこう、逆に勉強になった90分だったなと思います。またですね、今月末にも行かなければいけないので、ちょっと頑張ってこようかなと思いました。で、まあ、今回は特別だったんですけども、その中にですね、山口県の下松市の教育委員会の方がいらっしゃってたんですね。で、私全然知らなかったんですけども、私の講演を見てくださっていて、今度はその下松市で、その教育委員会の方が主催で、なんかセミナーみたいな講演会をやるための下見を来てくださってたんですけども、あの、教育委員会の方って基本的にこう、馴染みのないというか、悪ガキだった私にとっては、とてもこう逆に恐ろしい存在の方たちだったんですけども、まあそういった方たちにこう、講演会お願いしますって言われるのもなんか微妙な感じがした、感じだったんですけども、ちょっとまた頑張ってこようかなと思って、おる次第でございます。ということで、あの、本編の方で今週の文枝のおすすめジャンルはっていうことは言えなかったんですけど、実は、今日、まあちょっと聞いてくださってる方は明日というか木曜日、金曜日、土曜日って聞いてくださってると思うんですけども、今日この水曜日の深夜、まあ明けて木曜日の深夜っていうのは FOMC、がまあ開かれる日なんですね。だからこれによって大きく相場が変わってしまうことがあるかもしれないので、あまり安易なことは言えないんですけども、市場の大方の見方としては、そんなにさほどこう期待を裏切らない、市場の期待を裏切らないだろうって言われてるから、そんなに市場には影響がない。もっと言うと、水曜日の相場自体が FOMC を見据えた高動きな展開というかこう、まあ様子モードが強かったので FOMC 次第では、まあ、相場というのは上昇トレンドに向かっていくのかなと。あと特に参院選控えてますから、やはり日経平均に絡む銘柄っていうのを、まあ、狙っていってくださると、いいんじゃないかなと思います。日経平均自体が結構調整からちょっとばっかし上っ離れている状態というか、まあ、調整から抜け出ている状態なので、そんなに後ろ向きにならずに前向きにやっていってくださるといいかなと思います。あとはですね、個人の方たちが持っている銘柄でやっぱり新興市場の銘柄がかなり多いんですね。マザーズとかジャスダックとかで買えど買えど下がっていってしまうんです。これなぜかというと、買えど買えど下がる反面、225に絡むような有料銘柄が上がっていくわけですよ。だからその新興市場関係を持ってた人たちも買っては見るんだけど下がる反面片方では上がってるってことは、新興市場を売って有料株に飛びついた方がいいんだっていうような逆作用が起こってしまって、その新興市場企業の、業績とは裏腹にこう下がっていってしまっている部分があるんですね。ただもうそろそろちょっと底打ちをしてもいいのかなと思ってますので、まあ、底打ち感の出てる銘柄、結構あるんですね。ジャスダックならジャスダックを引っ張っていくような銘柄、マザーズならマザーズを引っ張っていくような代表銘柄が底打ちをしているような感じが見えてきているので、まあ、そういった関係をちょっとこう、ちょっとまだハイリスクなんですけども、拾っていっていただけると面白いんじゃないかなと、思います。はい、ということで、若林文枝の株いじりは TBS ラジオ月曜日から木曜深夜0時からのバツラジの中で毎週水曜日放送しています。ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。